Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Today's story is about the mystery of a volcano named Popocatépetl just near Teotihuacan, about 80 kilometers from Teotihuacan. This is a story about it, and I say first, Popocatépetl volcano is the center of the world, which I have found in this video. And before I talk about the Popocatépetl, please watch the video in which you see a huge giant UFO entered Popocatépetl volcano. Thank you. Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación. Pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea. 2012年の10月27日のことなんですけども、メキシコシティ近郊といいますかね、近くにあるポポカテペトゥル山が噴火しました。その時のことなんですけども、このような物体がですね、ポポカテペトゥル山の山頂といいますか、火山口に向けて、つまり入っていくところをですね、カメラが捉えていましたというのをですね、現地の放送局が捉えて報道しました。この画像は大変、よく知られたといいますか、有名な画像ですけども、今皆さんにご覧いただいているのがですね、その時の様子ということになります。で、ここで一つ注意していただきたいことはですね、この物体がですね、火山の中に、突っ込んでいくということなんですけども、つまり人間のテクノロジーではありえない現象を見せているという点ですよね。で、この時はですね、私も、この画像を疑いました。そんなことがあるかということなんですけども、2020年の4月ですね、それから2020年の10月ですけども、私の書斎に現れた超小型の UFO はですね、机をすり抜け、私の頭をすり抜け、私の右腕をすり抜け、さらに私の体をすり抜けるという現象を見せました。つまりすり抜け技術ですよね、は、こうした UFO にとっては何でもない技術ということになるのではないでしょうか。そしてその後ですね、UFO がですね、尾を引く、あるいは空間を歪めるというようなことを私は発見しましたが、その現象がですね、この物体にも見られるということです。以上のことからですね、つまりこの物体は本物である、そしてこの物体がですね、ポポカティペトル山の火山口に向けてですね、その入っていったということですね、似たような報告は実はあちこちからいただいています。阿蘇山で、UFO がですね、阿蘇山の、火口の中に吸収されていくのを目撃なさった方も大分県日田市にいらっしゃいます。で、その時もですね、そんなことはあるのかななんてね、疑ってみましたが、今ではそれを疑うということはもうありません。と同時にですね、ここで重要なことはですね、このポポカテペトル山がですね、そのような、つまりは上の人、エイリアン、神と呼ぶその人たちにとっては大変重要な拠点と考えて良いということではないでしょうか。こうした山はですね、例えばエルブラ山であるとか、ここに挙げましたポポカティペトル山であるとか、ウラウン山であるとか、世界中にあちこちにあります。その中の一つがですね、このポポカティペトル、すなわち、そのエイリアンにとっては大変重要な基地的な、意味を持つ山、火山であるということになるのではないでしょうか。ナスカのあの最も長大で太いグランドクロスの縦線はですね、長さが10キロ、幅が20メートルから40メートルあるわけですけども、その直線はですね、このポポカティペトル山の、山頂部を通って、そして現在の USA のエリア51の位置を正確に示しています。ということは、エリア51、そしてこのポポカティペトル山、そしてナスカ高原のですね、あのラインは密接に結びついているということですね。と同時に、ギザのね、ピラミッド第1、ピラミッド第3ピラミッドの頂点をつないだ線と、
そしてこのポパカティ・ペトルさんから引いてきたラインをですね、正確に90.0000になっているという点にもつながるという事実もですね、忘れないで、同時にいただきたいということとですね、その関連し合っているということになります。今、ポプカティ・ペトルさん、その先にエリア51があるわけですけども、そこから引いてきたラインですけども、ナスカのグランドクロスの縦線と正確に重なります。このビデオを作った時にはですね、エリア51というのは頭にはありませんでした。エリア51、すなわち51、すなわち、ユダヤのゲマトリアで解読すると火星となります。ですから、ナスカ高原の周辺からはですね、パラカスからはですね、縦長長頭人間の頭蓋骨が300個以上見つかっているわけです。縦長長頭人間イコール火星人イギギということになります。こうして世界の謎がですね、点と点がですね、こうして線でつながっていくということになります。今皆さんに確認していただきたいことはですね、ポプカティ・ペトルザンがから引いてきたライン、そしてその先のエリア51から引いてきたラインが、このグランドクロスの縦線と正確に重なるということです。つまり、ポプカティ・ペトルザンはそれほどまでに重要な山であったということになるのではないでしょうか。つまり、拠点中の拠点ということになるわけです。その一つが、先ほどお見せしましたように、巨大な、今でいうシリンダー型、葉巻型の UFO が中に入っていったという事実ということとつながっていくということですね。話をつなげます。
since 2018, there have been 5 incidents when small UFOs are flying around in my study. They were shot with a video camera more than 100 times. Among them, this UFO taken on July the 29th, 2021, can be seen to be shining in itself. I don't know why only this UFO is shining. However, this UFO is very similar to the UFO that appeared at the venue of the study session in Gifu City in April 2019. My wife, Akiko Hayashi, was witnessing it in the study session. 私の書斎の中を2018年から5回にわたって小型の UFO が飛び交うという事件が起きました。それらは100回以上もビデオカメラで撮影されていました。その中でも2021年7月29日に撮影されたこの UFO はそれ自体が光っているのがわかります。なぜこの UFO だけが光っているのか、それは私にもわかりませんが、この UFO は去る2019年4月の岐阜市での勉強会の会場に現れた UFO と酷似しています。私の妻がそれを目撃していました。そしてそのように報告してくれました。広志林、ハメメスシティ、ジャパン。人間が現在的現ね、元の原っぱの原に現罪、罪ね、現在的に持つ、そういうその罪、あるいは人間の。In this video, I'm about to re-examine small UFOs that flew around in my room on July the 29th, 2021. Some of the small UFOs seemingly pierced my clothesleaving behind powders of light as well as tails and after images and even separated into several pieces while flying around. I will show them to you in this video. If you watch the video only for this day, some of you may think that they are like insects or dust, but such a phenomenon does not occurwith dust and insects. If you compare them with the small UFOs reflected in the videos taken on other days, you can see that the small UFOs introduced here are exactly small unidentified flying objects. この動画の中では2021年7月29日に私の部屋の中を飛び回った小型 UFO について再検証してみます。その小型 UFO の中には私の衣服を貫き後方部に光のパウダー、さらには尾や残像を残し、また数個に分離して飛び回っているのもありました。それをこの動画の中で皆さんにご覧いただきます。なお、この日だけの動画を見ると虫やホコリのように考える人もいるかもしれませんが、このような現象はホコリや虫などでは起きません。さらに他の日に撮影された動画に映り込んだ小型の UFO と見比べていただくと、ここに紹介する小型 UFO がまさに小型の未確認飛行物体であることが分かっていただけると思います。広志林、ハメメスシティ、ジャパン。今皆さんにご覧いただいているのは20分の1スローの画像です。
等倍率で拡大してみました。でこの物体はですね、椅子の中から突然湧き出てきたかのように見えます。そして尾を引き、まあ、そのためにですね形を変えて飛んでいるかのように見えます。そして場所によってはですね、光のパウダーを後方部に撒き散らし、なおかつその周辺部の空間が歪む様が見て取れます。一見小さく見えますけども、この部分ではしかし等倍率で拡大してあります。で動きが大変不規則であり、方向も不規則であるという点にも注意してください。でこの辺りでは何かしら2球型 UFO のようにも見えます。そして後方部にパウダーが残るといいますか、パウダーを散らしながら飛んでいるのが分かります。そして尻尾を今出ましたね。そして今度は下降します。でこの物体がですね、時々消えるように見えるところがあります。私は衣服の中に潜り込んだのではないかと思います。他の画面ではですね、私の膝の中に潜り込んで飛んでいる様が映り込んでいました。でこの辺りからなんですね、一度この光で消えるわけですよね。で消えたということはこの辺りが盛り上がってますから、中を通過したということではないでしょうか。まあ、そのようにも見えるということなんですね。ここからが、まあ、ハイライトということになりますけども、この消えた部分から皆さんにご覧いただきます。ここから出てくるわけですよね。でここまで来ましたら今度バックしてみます。でやはりここで一回消えてるわけですね。衣服の下に潜り込んでいるようにって言いますか、潜り込んでいるのが分かります。そしてまた出てきてってこと、まあ、これを少し繰り返してみます。まあ、ここが重要ですから、しっかりと皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりこれがエイリアンテクノロジーということになるのではないでしょうか。つまり物体をすり抜けて飛んでいるということですね。でその後光のパウダーのようなものをですね、後方部に散らしながら右下の方へと消えていきます。この辺りで光のパウダーが細かいのが残るのがありますね。これはあの2020年4月に私のやはり同じ部屋に現れた UFO と同じ現象ということになります。この辺りで尻尾を引きですね、まあ、部分的に分離したかのように見えて加工していくということですね。で最後の場面ですけども、この辺りに注意してください。後方部に尾を引きますね。そして光のパウダーが飛び出し、空間が歪んでいるのが分かります。まあ、こうしてこの物体は私の部屋から消えていったということになります。
It was in the afternoon of July 29th, 2021. There were some small UFOs captured in my video diary. They are small UFOs with a diameter of about 1 millimeter to several millimeters. And I, Hiroshi Hayashi, found one of those UFOs flying through my left knee. I will introduce to you but the small UFOs that flew around in my room in April 2020, October 2020, and May 2021. Likewise, flying through an electronic dictionary, a desk, and my cup. I found two of them flying even through my head. This is exactly, ladies and gentlemen, alien technology which humans do not yet know. 2021年7月29日の午後のことです。私のビデオ日誌の中に小型の UFO がいくつか映り込んでいました。直径が1ミリから数ミリ前後の小型の UFO です。そしてその UFO の一つが私の左足の膝を貫いて飛んでいるのが分かりました。それをこれから皆さんに紹介しますが、2020年4月、2020年10月、そして2021年5月に私の部屋の中を飛び回った小型 UFO も同じように電子辞書や机、そして私の頭を貫いて飛んでいるのが分かりました。それらはまさに人間がまだ知らないエイリアンテクノロジーということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。今皆さんに2021年7月29日のビデオ日誌の中に映り込んだ UFO の一つを紹介しています。でこの UFO はですね、どうやら私の衣服を貫いて飛んでいるように見えます。見えたり見えなかったりします。そして後方部にパラパラパラっと尾を引いている点にも注意してください。でこの部分なんですね、この私の衣服の向こう側にその UFO が現れます。瞬間ですから注意深くご覧ください。でこの部分をですね、10分の1スローにしてこれから皆さんにご覧いただきますけれども、その UFO がですね、どうやら私の膝をですね貫いて飛んでいるように見えると言いますか、膝を貫いて飛んでいるのが分かります。でこの部分に今日はですね焦点を当てて、まあ、それがどのような飛び方をしたかということについてですね、皆さんにも分かっていただきたいと思います。今右上の方から下の方にその物体が飛んできますけども、ちょうど膝のあたり来た時にですね、それがやや姿を消して、そしてその下に現れるということです。ただこれは電子辞書を通り抜けた小型 UFO もそうだったんですけども、全く潜り込んで見えなくなるというよりはですね、あたかも水面に石を投げ込んだかのように、まあ、水面からでもですね、その石が見えるかのように潜り込んでいくという点に注意していただきたいと思います。でこれはですね、まさに私はエイリアンテクノロジーであると判断しました。まあ、ついでですけども左の方にですね、まあ、別の UFO が飛んでいるのを皆さんにご覧いただいています。この UFO はですね、途中で消えますね。拡大して皆さんにご覧いただきます。20分の1スローです。つまり動きが大変速いということになります。この辺りでスーッと消えていきます。光が当たらなくなって消えたというよりもそれ自体が消えたという感じです。で先ほどの私の膝の中に消えた UFO をもう一度ご覧いただきます。でこれだけですとね、よく分かりませんけども2020年の4月、そして10月、そして2021年の
5月ですね、わずか2ヶ月前のことなんですけども、やはり小型の UFO がですね、いろんなものを突き抜けて貫いて飛んでいるのが分かります。でその中の一つとしてですね、もう今回まさに昨日なんですけどもね、昨日なんですけども、この UFO が私のビデオダイヤルの中に映り込んでですね、そしてこのような現象を示してくれたということになります。注意深くご覧ください。で潜り込みましたね。それで出たり入ったりしながらまた潜り込んで、そしてこの下あたりからしっかりと外に出てきて、形がしっかりと見えるようになったというわけです。でちょっと逆戻りして皆さんにご覧いただきますけども、逆戻りしていわゆる今度は戻したわけですね。でまた上行って、もう一度下に戻します。これを繰り返します。で右下はですね、2020年4月14日に私の部屋に現れました UFO の一つです。この日はですね、何人かの方にですね、一緒に調べていただきまして、合計40回以上の場面でですね、このような UFO が飛び交っているのが分かりました。その中の一つがですね、今右上の方からやってきて左下の方に飛んでいくわけですけども、その途中にある電子辞書のところに来るとですね、電子辞書の下に潜り込んでいくのが分かります。でその時にですね、その物体の後方部に光のパウダーが飛び散りますと同時に尾を引きますね。で空間も歪みます。そのいわゆるまあこの物体の周辺の空間がですね、まあ、歪むということですね。それについてはもう少し後に拡大して皆さんにご覧いただけます。で同じようにビデオをですね、逆再生して、そして行ったり来たりしながら皆さんにご覧いただいています。でこの出た時にこの電子辞書の、まあ、向かって左側の、ね、ところで空間が歪むのが見られます。そして同時にその後にですね、光のパウダーが飛び散るのが分かります。また尾を引くというのはですね、 UFO 現象の中ではとても重要になってますか、 UFO であるかどうかということを知るための一つのポイントということになります。でもこうして机の中に消えていったわけですね。何かにぶつかって消えたというよりも、やはり今度は机の中に入っていって消えたということになります。それをもう一度繰り返しています。これは2020年4月14日のビデオダイヤルの中に映り込んだ UFO です。でこの辺りでですね、電子辞書の中に潜り込んでかすかに見えるんですね。そして出たところで光のパウダーが出て、その周辺の空間が歪みます。そのパウダーと空間の歪みに注意してください。つまりホコリや虫やゴミではないということです。まあ、これが UFO の特徴の一つということにもなるわけです。で光のパウダーといいますかね、粉がパラパラパラと後ろに散りますね。あるいは残像が残るということなんでしょうか。そして電子辞書の中に潜り込みます。そして角のところをですね、すり抜けて、まあ、左側の側面のところに出てきます。その時にですね、電子辞書の向こう側の上部がですね、むにゃっと歪むところにも注意してください。今出てきます。そしてその後方部に光のパウダーが今出てきましたね。そしてその向こう側がですね、ぐにゃっと歪みましたね。そして出てきて光の粉が散ります。この辺りが大変よく分かりやすいと思います。何点か白い粒々って言いますかね、残像のように細かい粉が飛び散るということですね。これはまあ小型 UFO の飛び方の特徴の一つということになるのではないでしょうか。まあ、こうした小型 UFO をですね、ビデオに捉えた例というのは私が知る限り全世界でも初めてかと思います。そしてこの辺りでこの UFO の空間がですね、あたかも水面が歪むかのようにむにゃむにゃむにゃと歪む点に注意してください。そして左にコードですね、これはあのマイクのコードなんですけども、そのコードの手前のところで、机の中にまた消えていきます。そしてよく見るとですね、回転しているような雰囲気もあります。で頭の中を貫く UFO についての動画をですね、皆さんにこれからご覧いただきます。
if you look at the human world from the world of God, it is exactly the world of a monkey island where monkeys live. In other words, we humans are like monkeys living in a monkey island. You would know that by comparing the small UFOs that appeared in April 2020, in October 2020, and May 2021. In this video, I will first examine the technology of the gas by comparing the objects that appeared near my left ear. But in both cases, they look like they are piercing in my head from left to right. In other situations, these objects penetrate through a cup, a desk, a personal computer, and an electric dictionary, and even through my head. To put it simply, even in the human brain, they can fly around freely. Then I think this is also a kind of alien technology. Furthermore, the gods may be able to manipulate even the human brain at will from the inside. And when you see these technologies, human beings are just like the monkeys on a monkey island. Am I wrong to think so? 神々の世界から人間の世界を見たら、そこはまさに猿たちが住む猿ヶ島の世界ではないでしょうか。つまり私たち人間は猿ヶ島に住む猿のようなものだということです。そのことは2020年の4月、2021年の5月に現れた小型 UFO を比較してみるとわかります。この動画の中では、最初私の左耳の近くに現れたその物体を比較しながら、改めて神々の持つテクノロジーについて検証してみますが、共に私の頭の中を左から右へと突き抜けているように見えます。これらの物体は他の場面ではコップや机、パソコンモニター、電子辞書の間を突き抜けていますが、人間の頭の中すらも突き抜けているように見えます。わかりやすく言えば、人間の脳の中ですらも自由に飛び回ることができるということです。つまりこれもまたエイリアンテクノロジーということになるのではないでしょうか。さらに言えば、神々は人間の脳ですらもその内部から自由自在に操ることができるということになるのかもしれません。そしてこうしたテクノロジーを目の当たりに見ると、人間はまさに猿ヶ島の猿、猿ヶ島の猿に等しいということになるのではないでしょうか。またそう考える私は間違っているでしょうか。広し林、浜松シティ、ジャパン。
まず2020年4月16日に動画に撮影されたその物体をご覧いただきます。矢印で囲んだ部分に注意してください。ここにその物体が現れます。10回ほど繰り返します。このような物体がここに現れて、その物体がですね、私の頭の後ろ、もしくは頭の中を通り抜けて左の方に現れてくるというところです。次に2021年5月26日に撮影された物体をご覧いただきます。やはり同じ場所ということになりますが、矢印で示した部分に注意してください。10回ほど繰り返します。でこの物体はですね、どこからか飛んできたというよりもですね、私の椅子の中から出てきたように見えます。さらに詳しくこれらの物体を検証してみます。ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところに一度現れてですね、そして左下の方に流れていく。ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところ。次に2021年、5月の画像をご覧ください。神の操り人形芸術家でしたからね、その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 2人、誰ですか、計3人の人がいない。からね、その芸術家でした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 からね、その2人、誰かですか、計3人の人がいない。2020年4月に現れた物体と2021年5月、ちょうど1年1ヶ月後に現れた物体を比較していただきます。左が2020年、右が2021年です。で、ともにですね、椅子の中から出てきたように見えます。他から飛んできたようには見えません。で、やや右の方が赤みがかかっているという違いはありますけれども、私は同じ物体であると判断しました。つまりこれがエイリアンテクノロジーの一つということになるのではないでしょうか。2020年の方でははっきりしませんが、2021年、右の方ですね、この物体は頭の中で消えた形になってますね。その後左の方に現れた形跡はありません。そしてそのちょうど中間ということになりますけれども、2020年の10月にもですね、別の飛行物体がですね、私の書斎の中を飛び回りました。In my video diary published on October 24th, 2020, strange lightsappeared around me in my room. The lights were very fast and thin. So, as I was analyzing one of the lights, I found it seemingly penetrating my desk. At first glance, it looks like two lines, but you can see that the upper and lower lines are connected in a
loose curve. In other words, this light is a single line. In other words, again, this light is most possibly penetrating my desk. And the same phenomenon happened on April the 14th, 2020, with a small ball-like object that also happened in my room. At that time, the object penetrated my electronic dictionary. I don't know what these lights and photospheres were, but they seem to be incomprehensible to the knowledge we humans have at this moment. In other words, one thing is clear, that the superiors we may call God have far advanced technology that humans today do not know. 2020年10月24日発行のビデオ日誌の中で、奇妙な光がまたまた私の周辺で現れました。その光は大変速く、そして細い光でした。で、私はその光を分析しているとき、その光が私の机を突き抜けているのを発見しました。一見すると2本の線のように見えますが、上と下の線が緩い曲線を描いてつながっているのがわかります。つまりこの光は1本の線ということになります。つまりこの光は私の机を突き抜けているということになります。で、これと同じ現象が2020年4月14日に同じく私の部屋で起きた光球についても起きました。その時この光球は私の電子辞書を突き抜けています。これらの光や光球が何であるか私には分かりませんが、現在私たち人間が持っている知識では理解できないもののようです。言い換えると、私たちが神と呼ぶ上の人は、現在の人間が知る由もない高度なテクノロジーを持っているということになります。広し林、浜松市ジャパン。もう一度最初から。2020年10月24日に私の部屋で起きた現象を説明します。左がその光線ということになります。で、当初ですね、私は2本の光線が平行して走っていると思いましたが、この黄色い線でつないでみるとですね、どうやらこの赤い丸の部分で一度机の中に潜って、そして下から出てきているのではないかというふうに考えました。で、上の線を延長してみるとですね、下の線とつながらないわけです。逆に今度は下の線を延長してみても上の線とつながらないわけです。つまり一本の光線は光線なんですけども、緩くカーブしていることに気がつきました。つまり緩くカーブしながら上から走ってきた光線がですね、ほんの一コマの間に下へ突き抜けて、そして下へつながっているということです。つまりこの光線はですね、机を突き抜けていると判断したわけです。もっともこの光線はですね、光線というよりも超小型の UFO と私は判断していますが、根拠がないわけではありません。今ご覧いただいているのはですね、やはりビデオ日誌を作っているときに自撮りをしたものですけども、その中にも奇妙な物体が映り込んでいました。左下の矢印の部分に注意していただきたいんですけども、小さな物体のようなものがですね、やはり左下の電子辞書の中を通り抜けているのがわかります。で、この物体はつまりは電子辞書をすり抜けている、突き抜けているわけですけども、まあ、もっともこれが物体であるとするならばですね、まさしく人間のまだ知らない未知のテクノロジーを持った物体ということになります。まあ、こういうことがありますからね、昨日ですけども2020年10月24日にまたまた現れましたその光線はですね、
私は UFO ではないかと判断しています。この矢印の部分に注意してください。繰り返し、まあ、前後しています。で、右上の方からですね、出てきた物体が電子辞書の中を通り抜けて左へと流れていきます。今ほぼ100分の1ほどのスローで皆さんにご覧いただいています。で、大きく、まあ、していますけど、今この走っていく物体は別のところで撮られた写真ですけども、このようなね、まあ、直径が2センチ5ミリ台の物体がですね、私の背後を、まあ、通り抜けた、飛び抜けたということになります。半透明で、やはり私のですね、私が、まあ、判断するところですね、私の右、のですね、左耳のところで現れて、そして私の頭をすり抜けてここへ行ったというふうに判断しています。この物体ですね、今スッと走っていきました。で、この物体がですね、電子辞書の中を通り抜けている、すり抜けているわけです。拡大しています。で、一度潜ってですね、そして画像の歪みが出て、歪みが出てきます。そして後方部にですね、光のパウダーが飛び散っているのが分かります。そしてその周辺をですね、空間が歪んでいるのが分かります。この辺りで空間がもやもやもやっと歪むのが分かります。つまりこのような物体であるということですね。空間を歪め、なおかつ光のパウダーを後方に撒き散らしながら飛んでいる物体ということになるわけです。この事実、まあ、画像としてね、証拠としてこの事実があるがゆえにですね、2020年10月24日再び現れました。その物体もですね、やはり机を突き抜けていたとしても私は驚きませんし、またそのように考えることは自然なことではないでしょうか。今潜っていきました。そして出てくると同時に、後方部にですね、残像のようなものがポカポカっと出て、そしてここですね、光のパウダーが出て、ここで画像がもやもやもやと周辺を注意深くご覧ください。大きなモニター画面で見るよりもですね、ノートパソコンのようなですね、高精細な、まあ、画像で画面で見ると綺麗に皆さんも見ていただくことができます。潜ってそして出てきたわけですね。ですから、2020年10月24日昨日ですけども、私の部屋に現れたその光線がですね、実は光線ではなくて超小型の UFO 物体であり、その物体がですね、机を突き抜けたと考えてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。
It was July the 24th, 2021, just 3 days ago. It was when I was looking at my video diaries I published in the past. The date of the video diary is November the 12th, 2018. I happened to find small UFOs captured several times in the video diary. But soon I lost sight of the UFOs, together with the fact that the image quality was very poor, as you see here. It was very difficult for me to distinguish them again. However, with a comment from Mr. Katsuichi Shimizu, one of my YouTube viewers, let me know where it is. Then, in April 2020, October 2020, and May 2021, massive small UFOs flew around in my room. But I was very surprised to learn that such an object was already flying in the room in November 2018, almost 3 years ago. At that time, in those days, very strange incidents occurred to my wife and me in quick succession. So, please take a closer look at the object. The object also seems to be piercing my head. 3日前の2021年7月4日のことです。私が以前発行したビデオ日誌を見ていた時のことです。そのビデオ日誌の日付は2018年11月12日になっています。そのビデオ日誌の中に小型の UFO が何回か映り込んでいるのが分かりました。がその後、私はすぐそれらの UFO を見失ってしまいました。画質が悪く、このように大変判別しにくかったことがありますが、清水勝一さんという方からの連絡で、その一つをこうして今皆さんにご覧いただけるようになりました。で、その事件の後、出ますか、2018年の11月の後、2020年4月、2020年10月、そして2021年5月に小型 UFO が私の部屋の中を飛び回るという事件が次々と起きました。が、私は2018年11月、つまり今からほぼ3年近く前に、すでにそうした物体が私の部屋の中を飛んでいたことを知り、大変驚きました。その頃、私の身辺で大変奇妙な事件が立て続けに起きていたからです。で、その物体を注意深くご覧ください。その物体もどうやら私の頭を貫いて飛んでいるかのように見えます。広志林、浜松市、ジャパン。
Video Diary, July the 26th, 2021, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Video 日誌2021年7月26日、林博史です。こんにちは。おととい、2021年7月24日のことなんですけども、私がですね、過去に制作した動画をですね、いくつかって言いますか、あちこち見ながら、眺めていました。で、その中の一つが目に留まりました。それがこれから皆さんに紹介します2018年11月10日12日付の私のビデオダイアリーということになります。なぜそれが目に留まったかというとですね、つまり珍しくも私自身がですね、書斎で、モニター画面を背景にして、自撮りしながらビデオ日誌を作った、そういうビデオ日誌であったからです。で、今ご覧いただいているのはですね、右上から2024年4月14日に私の部屋の中で、飛び終わった UFO 事件の様子を、皆さんに報告したものです。左下がですね、続いて2020年10月24日に同じように私の部屋の中で飛び回った UFO 事件をですね、このような形で発行させていただきました。そして右下がですね、直近、まだ2ヶ月前ですけども、2021年の5月26日にやはり同じような事件が起きて、その様子をですね、このような形で、ビデオ化させていただきました。で、こういう事件がですね、2020年の4月それから左下10月、そして右下2021年の5月と続いたわけです。超小型の UFO がですね、私の部屋に、で飛び回ったということです。で、先ほどちょっと言いました、それを遡る、今日、今からですね、2年と8ヶ月前ですけども、2018年の11月12日のことなんですけども、のビデオでありのことなんですけども、その中に、そのビデオを眺めていましてね、私はその、めったにね、実際そうなんですけど、めったにね、書斎で自撮りするってこと、書斎の、この、いわゆる私の仕事づけの周辺をですね、背景にして、ビデオを撮るということはめったにないことなんだけどななんて思って見ていたんですけども、その動画の中にですね、奇妙な物体が飛び回っているのを知りました。で、その中のいくつかを、見てですね、確認してですね、そして飛んでるということで、ワイフがですね、その別の部屋にいましたので呼びに行って、そしてワイフに来てもらってですね、見てごらんということで見てもらいました。そうしましたらね、本当だということで、その時はですね、確認したわけです。で、じゃあこれまた、また報告できるかなということで、それはそのままにしておいたんですけども、その後のことなんですよね。私うっかりしてましてね、何かのことでそのファイルをですね、削除してしまったんですね。その削除したのは昨日ではなかったんですけども、で、元のファイルを探せばですね、同じその画像を拾い出せるんだと思って、その軽く考えてたんですけども、その2018年11月、前後ですね、約半年分ぐらいのファイルをですね、私一度削除してしまったことがあるんですよね。つまりハードディスクへの負担をなくすためにですね、そのファイルを削除したということもあるわけです。で、仕方ありませんから、その2018年の11月12日付のね、そのビデオダイアリーを一度すべてコピーという形でダウンロードしましてね、それをその一度ファイルにして、そしてそのファイルをさらに読み出して、それを編集しようとしたんですけども、そうしますとコピーのコピーということになりましてね、画質がかなり落ちるわけですよね。落ちてしまったわけですね。つまりはっきりとしていた UFO なるものをですね、確認することができなくて、いわゆるぼんやりとした画像に確認することができないような、つまりはぼんやりとした画像になってしまったわけです。で、おととい私、2、3時間悪戦苦闘してみたんですけども、どこに入っているかということが分からなくなってしまったわけです。というのはですね、もう一つも大きな問題がありまして、私今書斎で使っているモニターはですね、大変大きなモニターなんですけども、40数インチもある大きなモニターなんですけども、いわゆる性能が悪いわけです。いわゆるその普通のね、例えばビデオに例えて言うならばですね、コマ落とし的にしかその映像を映してくれないんですよね。で、仕方ありませんから、それ同じものをですね、コピーして USB に移してですね、それをまた今度ノートパソコンの方に一回移して、そのノートパソコンでしたら、結構綺麗な画像としますかね、細かい画像が出てくるものですから、そういうことで、いわゆる技術的な問題ですよ。あれこれあれこれしているうちにですね、目の方が疲れてしまって、神経も疲れてしまって、1、2時間もしたら
この種の作業というのは大変神経を使ってヘトヘトになるんですよね。でもギブアップということになったんですけども、まあ、その時もですねワイフが手伝ってくれたわけです。で昨日の2021年の7月25日ですけども、まあ、もう一度やってみようということで午前中、まあ、悪戦苦闘してみたんですけども、ね、2、3時間、まあ、それで時間過ごしたと思うんですけども、結局見つからなくてですね、画像が悪いということと、それからその作業が大変煩雑ということなんですよね。つまりその先ほど言いましたように大型モニターで編集はしなければならない、しかし探すのはノートパソコンで探すんだということで、いちいちこう一つずつこう拾いながらやっていくということが大変もう作業が煩雑でしてね、昨日私ビデオダイアリーの中でね、一昨日だったかな、もうギブアップするって、あ、一昨日言いましたね、一昨日、ギブアップという言葉を初めて使いました。私の検証動画の中でギブアップという言葉を使ったのはそれが最初で最後だと、まあ、最後とかありませんけどね、最初だと思います。ともかくもうこれ以上検証できないということでギブアップと言ったわけですね。その瞬間大変強い敗北感を覚えました。でそれを聞いてですね、私のワイフがですね、昨日の朝2021年7月25日ですけども、まあ私を叱ったわけですよね。あなたギブアップしちゃダメでしょって感じでね。で私は叱られまして、まあ、それでということで、昨日はですねワイフが午前中3時間ほど潰して、まあ、その費やしてですね、まあ、それを探してくれたんですけども、ワイフも、まあ、いわゆる画像が荒いんですよね。ザラザラと言いますか、ぼんやりとした画像だもんですから、もう細かいその UFO をその拾うことができなくなってしまっていたんですよね。でワイフの方も、まあ、2、3時間頑張ってくれたんですけども、やっぱりわからないということになっていたわけです。そうしましたらですね、今日2021年の7月25日の6日のですね、今日ですにですね、清水勝一さんという方からコメントが届きました。でそのコメントをですね、これからそのまま読まさせていただきますけれども、そのコメントにはこのようにありました。前略清水勝一様よりですね、前略取り急ぎ連絡させていただきます。ナンバー0812のビデオ日誌の16分34秒に先生の頭の右上から頭の中に白い光体が飛び込むのを確認しました。ご確認ください。次のゴールに向かって歩き始めるの、まあ、そのような言葉を私は発しているわけですけども、次のゴールに向かって歩き始める点点点のその歩き始めるのところで出現しております。素晴らしいと思いました。先生と神に感謝です。とりあえずご連絡まで。2021年7月26日清水勝一様よりです。で私ね、実はこの一文を読んだ時にね、目頭が熱くなりました。素晴らしいと思いました。先生と神に感謝です。ですね、ですぐそれをですね、そのコピーして、そしてワイフのところに持って行って、ワイフは別の部屋でね、ノートパソコンを使ってますので、そのノートパソコンでナンバー0812を開いてみました。そして清水勝一様がですね、ご指摘のように16分34秒のところでその物体が飛んでいました。となるとですね、今からもう2年と8ヶ月前からまあ、そうした物体が私の部屋を飛び回るようになったのは2020年の4月、去年の4月からだと思っていたんですけども、さらにそれよりも1年以上前ですよね、1年近く前ですね。それ以上の、まあ、2018年の、11月にはもうすでにそのような物体がですね、私の部屋の中を飛び回っていたということが分かったわけです。でちょっと話戻しますと、2018年の4月に赤い海溝事件が起きて、2018年の8月に熱海海で白い海溝事件が起きて、そして2019年 の、まあ、その4月の、緑色の海溝事件、岐阜海でね、岐阜市の JR 駅前の会館で開いていたわけですけども、そこでもうやはり同じ、まあ、その時は大変奇妙な事件が立て続けに起きたわけですけども、その間のことなんですけども、いろんなことが私の身辺で起きていました。しかし、まあ、証拠がない、証人がいないということで、私とワイフの間でですね、ピンポンするように お互いにまあ言い合いながら、まあ、そういうことを経験させていただいたわけですけども、その最中のですね、2018年11月12日にその事件が、まあそのビデオダイアリーの中にそれが映り込んでいたという事件があったということになるわけですね。でそのことがあったんですけども、ワイフはその時はいろんな、ね、海溝、まあ、UFO も見てますし、海溝も経験しています。赤い海溝がですね、2度その
寝室で飛び回るのを見てます。それから、庭先でですね、白とコバルトブルーの大変美しい棒状のね、棒型の UFO が飛んでいるのもやはり目撃しているなどなどのことがあったわけです。一方私の方はですね、まあ、いろんなその、まあ、どの一つも一つを話してもですね、多分私の脳みそが疑われるような事件というのが立て続けに起きていたわけです。でその後だったと思うんですけどね、少し後だと思うんですけども、そうした事件をですね、ワイフと二人であの事件もあるね、この事件もあるねって数えましたらね、40数回超えてたんですよね。それくらいたくさんいろんな事件がその頃起きてたわけですよね。まあ、そういうこともありましたので、昨日ですね、一昨日ですね、その私が2018年11月12日のビデオダイアリーをね、ワイフに見せて、ほらご覧こんなの飛んでたんだよってことを言いましたら、ワイフがね、ふとこう言いました。こう言ったんですね、あなたがあの頃言ってた話はみんな本当だったんだねって。あなた、つまり私がですね、2018年の、まあ、終わり頃ですね、年末ですけども、いろんな事件が起きるたびにワイフに報告してたんですけどもね、今日はこんなことがあったんだよ、今日はこんなことがあったんだよって形でワイフに話してたんですけども、まあ、ワイフの方はですね、言葉だけですから、あらそうってな感じで聞いてただろうと思うんですけども、まあ、ともかくもそうした私の一連身辺で起きたいろんな事件をですね、私がワイフに話していたんですけども、それについてですね、その2018年の11月末頃 のそのビデオダイアリーにその物体が映り込んでいたということからですね、ふとこう言ったんですね、昨日一昨日ですかね、あなたがあの頃話していた話はみんな本当だったんだねってことを言ってくれた時には、まあ、留飲が下がると言いますかね、ほっとすると言いますか、初めてね、ワイフにそのあたりの事件のことをですね、まあ、信じてもらえたんだというような安堵感に包まれました。嬉しかったですね。でがしかしその後ですね、二度目を見ようと思ってもうあちこちあちこち探したんですけども見つからなかったんですよ。で今日2021年の7月26日にですね、清水勝一さんの方から連絡が入ってですね、つまりその物体がその2018年の11月12日のそのビデオダイアリーの中に映り込んでいたということになるわけです。こうしてですね、まあ、現代という、まあ、この視点から過去を振り返るとですね、4回そうした事件が私の身辺で、しかも私の書斎で、なおかつ私がですね、モニターを背景にして撮っていた、まあ、そのビデオダイアリーの自撮りしていたその中に映り込んでいたということになります。で私はですね、先ほどワイフのところにその報告をしましてね、実はね、清水さんという方からこういう連絡が入ってるんだけど、あなたのねパソコンでちょっと確かめてくれませんかということで確かめてもらいましたらね、映っていました。その瞬間ですけども、目頭がジーンと熱くなりましたね。つまりどうしてそれほど、まあ、その私が目頭が熱くなったかというとですね、一つの壁を破ったような感じがします。壁、つまり私はこういう仕事をしながら、そして毎日、まあ、その上の方 を、まあ、ある意味ね追求しながら研究してきたわけですけども、まあ、どこかに私はしかしそれでいながらね、こうした事件を次から次へと経験しながらも、私は上の人を心底信じているということはなかったと思います。私はもともと大変疑り深くてですね、まあ、こうした事件が起きるたびに、そんなことあるはずがないだろう、どうして私なんかにこんな事件が起きるんだろうというような立場でね、まあ、その私は上の方、つまり神を疑っていたと思います。その私のようなね、どうしようもないボロボロの人間なんだから、私はそういう人間なんだから、こんな人間を相手にするなんてことはありえない、なおかつこのね、詳細の中でそうしたそのものが飛び回るなどということはですね、宇宙的な視野で考えてもありえないわけですよね。まあ、浜松市という町のその郊外のですね、小さな家のそのまた小さな部屋の6畳間の中にね、宇宙からやってきてくださる上の方、つまり神がですね、つまりこういう形で私にそういうその、まあ、接してきてくださるということは、まあ、確率論的にもありえないことだと。しかし現実にこういうことが起きているんだと、何かの間違いではないか、私間違いだ、間違いに決まっている、私なんかを選ぶという言葉はあんまり使いたくないんですけども、こうしてねここへ来てくださるということ自体がですね、まあ、つまりは間違いなんだ、間違いなんだ、ありえないことなんだということに考えていたわけですけども、今日先ほどねその報告をワイフにしたときにね、初めてその自分の、まあ、なんて言いますかね、疑り深い、まあ、つまりはその
心というものがですね、その瞬間に、まあ、なんて言いますか、評価したと言いますか、無賛したと言いますかね、スーッと消えていくのを感じましたと同時に、私は上の方に心底神に感謝しました。ありがとうございます。ありがとうございました。というふうに何度も何度も感謝の祈りを捧げました。その瞬間、ポロ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 と涙が出てきました。皆さん、清水さんがお書きくださったようにですね、つまりは素晴らしいことが今この人間世界で起きているということですね。私になんてことは、私、今の私も考えていません。つまり素晴らしいことが今この人間世界で起きているということですね。そしてこの喜びをですね、感動をですね、皆さんと共有できればと今私は心底を願っています。つまり上の方、神は存在します。その証拠をですね、改めて上の方が示してくださったということになります。おととい、昨日とですね、まあ宿泊、まあその、まあ本当に大変だったんですね。その目が痛くなりますしね、そしてこうしてその目を凝らして画面を見ているということは、大変目に負担をかけますし、そして、まあ以前も一回こういう作業をしたことがあるんですけども、数時間しただけで片頭痛が起きましたからね。で、今回は片頭痛が起きないようにということで、まあ時間も短縮してということで作業してたわけですけども、まあ本当に悪戦苦闘したんですけども、結局は、結論はギブアップという言葉を使うようになってしまったわけです。使ってしまったわけですね。しかし今日になってね、その清水勝一さんという方がそれをまあ目撃してもらって調べてね、その発見してくださいまして、私たちに報告してくださいました。その結果、私の心はですね、スーッと軽くなりましたと同時に、まあある意味ね、上の方がですね、神がつまりはこのような形で私たちに、私とワイフ、そして皆さんに、鈴木清水勝一さんたちにですね、まあ、このような形で2018年11月12日のビデオであるの中に映り込んだ、まあ、その証拠型の UFO を見せてくださったものと思います。ということで、ということでですね、まあ、これから清水勝一さんの、手紙をですね、ここに紹介し、そしてその2018年11月12日に映り込んだその UFO を皆さんに紹介します。大変それを紹介できることを私は光栄に思っています。それから2年と8ヶ月、上の方は、まあ、上の方はですね、いつもこの書斎のどこかにいてくださってですね、そして、まあ私の、この、なんて言いますかね、おぼつかないと言いますか、いい加減な仕事をですね、見守ってくださっていたんだなというふうに、今は実感しています。まさに、驚くべき優しさということになるのではないでしょうか。本当にありがたいことだと思います。この喜びを皆さんと共有できれば、本当に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 嬉しいです。ではまず清水勝一さんの手紙から紹介させていただきます。ただこれから皆さんに紹介する画像は大変ぼやけて見にくいものです。というのは、当時はですね、まあ、パソコンへの負担を少なくするためにわざと画質を落としていたということなんですね。と同時にですね、今回ですね、いわゆる、まあ、過去のビデオダイアリーを一度コピーダウンロードして、そしてそれを使ったという面においてですね、大変その画像が荒いものになっています。まあ、その点をどうかご承知おきの上ご覧になってください。で、これがその2018年11月12日のビデオダイアリーの一部です。で、途中部分をカットしてですね、清水勝一さんがご指摘くださいました場所へこれからワープして飛びます。3秒前2秒前1秒前、この矢印のところに注意してください。ご覧になることができたでしょうか。で、これを十数回繰り返してみます。で、この部分をですね、これから10分の1スローにしてご覧いただきます。大変動きが速いということですね。
で画像そのものがこのように荒いものですから、まあ、私たち夫婦がですね見つけることができなかったのもですね無べならぬかなって言いますかね、当然のことだというふうに考えています。今はね、でこの部分をですねこれから拡大して皆さんにご覧いただきますけれども、この物体はその後2020年4月それから2021年の5月に現れた物体と同じと私は判断しました。で同時にですねこの物体がですね、清水勝志さんがご指摘のようにですね私の頭の中に潜り込んでいるように見えます。髪の毛を一度手前の方で通り越してそして頭の中に入り込んでいるということですね。その点にもどうか注意してこの画像をご覧になってください。でこの部分をですねこれから10分の1スローにしてみます。背景の音声はそのままにしておきます。何回か繰り返してみます。今髪の毛にかかりました。そして少し左下に落ちた後消えています。つまり頭の中に消えている、つまり物体をすり抜けているということになるわけです。まあ、こうしたその物体をすり抜ける技術、テクノロジー、つまりはエイリアンテクノロジーというのはですねまだ人間の、まあ、想像の範囲を超えているということですね。Thank you.